はい、こんにちは、こんばんは、和之助です。今回はタイトルの通り AMD の CPU 取り付けと CPU クーラーの交換をやってみたいと思います。前にインテルの CPU の取り付けの動画を投稿しています。需要は少なそうですが、まあ、今回もこれから自作する人の参考になればと思って動画を投稿させていただきました。あと個人的に AMD 推しっていう理由でもあります。はい、AMD といえば昔はね、性能面でインテル圧勝で、まあ性能は劣るけど価格が安いのが AMD みたいなイメージで、完全にインテルの介護官っていった感じだったんですが、ライゼンシリーズが登場してから性能面でも劣るっていうことはなくて、むしろ上回った製品もあります。ついでに AMD の良い点を挙げると、2016年に導入された AM4 のソケットはライゼン1000番台から5000番台の CPU に対応していて、今でも現役で使えるので、数年前の古いマザーボードでも使えて、パーツの流用性が高いという点があります。最近ソケットを AM5 に対応した7000番台の CPU が出てきました。今後はこちらに移行していくと思いますが、まだ対応したマザーボードも少なく値段も高いので、しばらくはソケット AM4 で戦えると思います。はい、ということで今回の具体的な内容は、まず最初に CPU をマザーボードに取り付けます。そして次に AMD 純正の CPU クーラーを取り付けます。そして最後に CPU クーラーの交換という一連の流れでやっていくといった感じです。以上、注意点を交えながらやってみたいと思います。この動画はこれからパソコンを自作する人や、初めて CPU の交換を考えている人の参考になればと思います。あとこのチャンネルではガジェットやパソコン関係の動画を上げていきますので、もしよろしければグッドボタンとチャンネル登録お願いいたします。それでは使用する CPU ですが、2018年の4月に発売された第2世代 Ryzen 5 2600となります。結構古い CPU ですが、まだまだ現役で使える性能はあります。そして取り付ける CPU クーラーはこちら、はい、こちらはレイスステルスというクーラーで、ネジで止める式になっています。まあ、ヒートシンクはこんな感じですね。そしてもう一つ、こちらはレイスプリズムというクーラーで、マザーボードに引っ掛けて取り付ける式になっています。そしてヒートシンクはさっきよりも熱く、より冷えるようになっています。そしてこのクーラーはファンが光ります。かっこいいですね。 AMD のリテールクーラーは現状製品にバンドルしているのは今紹介した2種類となっています。そして両者とも取り付け方が違うので、両方つけてみたいと思います。また付属するリテールクーラーは CPU の性能によって違うので、光るクーラーが欲しいとかあれば事前に確認しておきましょう。そして最後に AMD でも推奨されているディープクールの AK400 です。こちらは 120mm ファンでヒートシンクがでかいので、大抵の CPU はこれで冷却できます。3つ並べるとこんな感じです。 AMD のリテールクーラーはファンの大きさは同じなんですが、ヒートシンクの大きさが違うので性能が違います。当然ながら大きいヒートシンクの方が冷却性能が高くなるといった感じですね。取り付けるライゼンの CPU は裏返すと剣山のようにピンが立っています。曲がってしまうと使えなくなってしまうので、安易に触って曲げてしまわないように注意しましょう。それでは CPU を取り付けたいと思います。まずは CPU ソケットの横にあるレバーのロックを持ち上げます。ここに CPU を乗せて固定します。仕組みはソケットがスライドしてピンを挟み込んで固定します。そして CPU の取り付けです。ちょっと分かりにくいんですが、ここに三角マークがあって、そしてこの CPU の三角マークとマザーボードの三角マークを合わせて乗せます。ピタッとはまってずれなければ OK です。そして最後にレバーを戻して取り付けは完了です。 AMD の特徴というか弱点なんですが、ピンを挟み込んで固定しているだけなので、実は抜けやすいという点があります。取り付けるときは問題ないんですが、 CPU の交換をする際に抜けてしまうというね、すっぽん問題があります。これでピンが曲がってしまって使えなくなってしまうことがあるので、取り外しの際は注意する必要があります。はい、それではね、 CPU グリスをつけます。 CPU グリスは CPU と CPU クーラーの間にある隙間を埋めて熱伝導率を高めるために使用します。使用するグリスは、こちらは Amazon で600円ぐらいで安く売っていたものです。熱伝導率 6.5W の中間くらいの性能になります。グリスの性能で1度から2度の性能差が出ると言われています。正直冷却効果を考えるなら、良い CPU クーラーを試した方が効果が
高いと思います。なのでそこまでグリスにこだわる必要はないと個人的に思ってます。それではインテルで推奨している塗り方で実際にグリスを塗っていきます。グリスの量は米粒から小豆大とされていますが、結構適当でも大丈夫です。そして CPU のヒートスプレッダーの中心にこんな感じで盛りました。それではインテルの CPU の取り付けでもやりましたが、このガラスプレートを CPU クーラーに見立ててグリスの伸び具合を見てみたいと思います。こんな感じで CPU クーラーをつけるのを想定して少し強めに押し付けます。私はいつもこのくらいのグリスの量でやっています。ちょっと時間がかかるので早送りします。結構グリスが伸びるので量は少なくても問題ないのかなと思います。ということでこんな感じで、まあ大体全体的に伸びてますね。でこれ結構ぴったりくっついていて、これを無理やり剥がすと CPU ごとすっぽんしてしまう問題があります。私も一度これですっぽんしてピンが曲がったことがあって、かなり神経を使ってなんとかピンセットで直しましたが、結構大変なので横にスライドしながら外すことをお勧めします。グリスの有効期限はよく1年とか2年とか言われていますが、インテルのホームページを見てみると数年に1回以上と書いてあります。まあ結構適当でも大丈夫っていうことですね。あと CPU クーラーを外した場合は塗り直しましょうっていうことが書いてあります。これはなんとなくわかります。ぐちゃぐちゃってなっちゃうのはちょっと嫌ですよね。あと完全に忘れていましたが、作業を始める前には必ず静電気対策を行いましょう。まあ、ちょっと説得力に欠けますが、まあ、静電気で CPU は壊れてしまうので、特に冬場の乾燥しているときは注意しましょう。パソコンの自作は夏がいいという理由はこういうことですね。まあ、あと発熱問題も夏にやっておけば間違いないですね。ということで CPU の取り付けは終わりです。それでは CPU クーラーを取り付けます。グリスはさっきもやったので端折ります。最初に取り付けるのはこちらの真ん中のレイスプリズムの CPU クーラーになります。取り付けは一番簡単で、向きを合わせてマザーボードの爪に CPU クーラーを引っ掛けます。逆側も同じように引っ掛けます。最後にレバーを締めて取り付け完了です。このレイスプリズムはめちゃくちゃ取り付けが簡単です。はい、そして続いてもう一つの AMD 純正 CPU クーラーレイスステルスを取り付けます。こちらはまずさっき CPU クーラーを固定していたパーツを外します。またちょっと早送りします。外したらこのパーツはもう使わないので、次使う時のために保管しておきます。このバックプレートは使うのでそのまま残しておきます。はい、ではグリスはまた端折って、先ほど外したネジに合わせて CPU クーラーを取り付けます。そしたら4箇所をしっかりネジで留めて取り付けは完了です。これもそんな難しくないですね。はい、それでは最後にディープクールの AK400 を取り付けたいと思います。こちらは手持ちの 120mm ファンがあればヒートシンクをサンドしてさらに冷却性能を高めることができます。それでは先ほどと同様バックプレートをつけた状態にしておいて AMD のスペーサーを取り付けます。そしてクーラーを固定するためのプレートを取り付けます。そして表面に戻ってみると4箇所ネジが出ているのでスペーサーを取り付けて、もう一つの部品をネジで固定します。ネジ止めは普通のドライバーでも構いませんが、電動式のドライバーがあると作業が楽になるので1本持っておくことをお勧めします。はい、ということで取り付けが終わりました。それでは例のごとくすでにグリスは塗ってあるので両サイドのネジに合わせてクーラーを取り付けます。ついていたファンはネジ締めの時に干渉してしまうのであらかじめ取り外しておきました。ここまで来るとあとは難しいところはないですね。ということで取り付けは完了です。でこの CPU クーラーね、結構見た目が美しいですよね。まあ、パソコンのパーツってケースに入ってしまうと見えなくなってしまうのが残念なところですね。あとこのクーラー背が高いので小さい PC を組む場合はそれなりに大きい PC ケースが必要になります。気になった方はこちらの動画でも使用しているので参考にしてみてください。はい、それでは最後にまとめると、CPU クーラーの取り付けに関わらず PC の基板を触るときには静電気対策をしましょう。 CPU は剣山のようにピンが立っているのでピン折れには注意しましょう。グリスの量は少なすぎても多すぎても効果が発揮できないので適量が大事です。はい、といった感じですね。それでは以上となります。今後もできるだけ分かりやすくパソコンの動画などを出していきたいと思いますので、もしよろしければチャンネル登録をお願いいたします。それではこの動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。